はい、皆さんこんにちは。やるやんチャンネルのヤマトです。今回の動画は、フィッシュル、モナ、万葉、深淵の、金リンゴ群島のストーリーキャラたちを使ったパーティをご紹介します。一見弱そうで、シナジーがないようなパーティに見えますが、ちゃんと使ってあげると、低レベルでも螺旋をクリアできるほどの、強さは十二分にあるので、ぜひとも最後まで見ていってください。では、詳しい説明の前に、まずはその強さを螺旋12層でお見せします。どうぞ。風を知れ、風の中、雲の行くごとに。金吾、運命に逆らえません。断罪の名に。マリア。ロックの時間だぞ。もみ散らん、散らまく惜しみ。くごとこれが運命です。運命についに姿を見せよ、王者。反逆の歌を奏でろ。はい、こんにちは、チアマ。運命よ、ここにいてよ。夜の権限ない。はい、いかがでしたでしょうか。全員の役割が重なった時に、ものすごいダメージが出ていますよね。金リンゴ群島で、この4人にしたのは、ストーリー的な意味合いだけでなく、戦闘面においても相性バッチリだよっていうことを、伝えたいという運営の意思を感じるところです。ただ、もちろん弱いところもあるので、そちらも踏まえて解説していきます。ではまず、各キャラでできることを一覧にしました。深淵のシールド、万葉やモナによる元素、ダメージバフ、フィッシュルの高頻度な雷元素付与など、原神で強いと言われている要素がたくさん揃っています。特にこのパーティで一番をしたいところは、炎、水、雷、風と違うタイプの元素が勢揃いなので、対応できる敵の幅がとても広いというところです。どの元素の盾やバリアが来ても、問題なく対応することができます。続いて、このパーティの弱い部分ですが、メインアタッカーがいないというところです。全員のダメージ合計で、敵を倒していくタイプのパーティなので、継続的に敵にダメージを与えていくことは得意ですが、瞬間的な火力を出すことは逆に難しいです。そのため、それが求められる無双剣や、遺跡サーペントなどは相性がとても悪いです。今回の、螺旋12層2巻の前半と、3巻の後半は、天敵となっていますので、ここだけは別のパーティで挑みましょう。では、基本的な立ち回りをご紹介します。深淵の元素爆発から入り、深淵のスキル、モナスキル、フィッシュルスキル、モナ爆発、そしてモナで通常攻撃を連打する、というのが基本の立ち回りです。カズハの行動をあえて入れていないのは、敵やこちらの育成状況によって、カズハを差し込む位置が大きく変わるからです。今回の、螺旋12層1巻の前半を例にして考えてみると、氷の盾やバリア持ちが多いので、深淵のスキル後に、万葉の元素爆発を入れて、炎元素を付与させています。こうすることで、盾やバリアをすぐに剥がすことができて、有利に戦闘を進めることができます。また、僕の育成状況的には、フィッシュルが一番強くなっているので、スキルによる拡散反応は、必ず雷元素で起こすようにしています。このような感じで、敵に合わせた戦い方ができるというのも、この編成の魅力の一つですね。相手の特性をしっかりと理解していないといけない分、難しいパーティとも言えます。続いて武器や生物を見ていきます。深淵は防御依存のシールドを持っているため、果敢絶縁で防御を上げつつ、元素爆発を回せるようにします。レベル1のシールドと、レベル3のシールドでは全然違うので、必ずチャージ効率を上げるようにしましょう。続いてフィッシュルは、雷元素型のビルドをしています。深淵もいたので、物理型という線もありましたが、カズハのバフがあまりにも強力なため、雷元素の威力が上がる生物、武器セットにしています。続いてモナですが、サポーターではなく、サブアタッカーとして使っていきます。モナは元素チャージを盛ると、水元素の威力上がる固有点符を持っているので、時計のメインステータスを、元素チャージ効率にしています。武器を死風原点にする場合は、冠を会心ダメージに、それ以外にする場合は会心率に変更するようにします。最後にカズハです。基本的に元素熟知を上げるようにしますが、元素チャージ効率150は必要になるので、確保した上で元素熟知を持っていきます。生物のサブステで盛ることができるとベストですが、できない場合は、時計を元素チャージ効率にしましょう。武器を祭礼にするのもありです。というわけで解説は以上になります。
最後に実戦ということで、螺旋12層に挑戦したのでご覧ください。どうぞ。風の行く先を揉み違う散らまく風よ。やはりダメだ。ここまで、はあ、あたいの最強の音を聞け。もっとはっ、それそこだ。風の行く雲の湯無名水黒き翼よ、昼夜を切り裂け。マイハッフ、これが運命です。運命の巨人、反逆の音を奏でろ。今のお知らせ、風の赴くままに雲がく借りなく時。運命よ、ここにいてよ。運命よ、スイッ断罪の何を。はい、というわけでいかがだったでしょうか。この動画が良かったら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。また、やるやんチャンネルでは、土日のどちらかに、配信を行っておりますので、パーティに関する質問や、マルチで遊びたい動画ありましたら、気軽に遊びに来てください。それではさよなら。